はい、こんにちは、タムです。今回なんですけども、マイピックガチャをね、引いていきたらなって思います。はい、まあこんな感じです。で、これを選べるんですね。僕の場合だと、始めたての人だったらこれで引いちゃっても、これでね、ピックアップしちゃってもいいと思います。ローレライの枠を、グネビア、はい、まあこれで、始めたての人だったらこれで僕は丸いんじゃないかなって思いますね。はい、まあそれは置いといて、じゃあ僕が狙うキャラクターなんですけども、僕はブレイクかニュートンか、小槌で悩んでいたんですけども、2体持ちで一番恩恵を感じるなって思ったのがやっぱりブレイクかなと思ったんで、まあブレイクを選びます。まあ、ね、ニュートンもね、一番まあ確かに強いんですけども、まあ1体持ちでいいかなって思いました。別に2体持ちの恩恵確かにあるんだけど、まあ天秤にかけたらなんかブレイクかなって思いました。で、水が特にね、欲しいキャラクターいないんですよね。まあスズランとかルリーは強いんですけども、持ってるんで、僕はこの新キャラのメリクリウス、これね、結構強いって聞いたんで、メリクリウスを僕は選びたいと思います。で、貴族性なんだけど、僕ね、近畿の動く27がすごく苦手で、ユピテルにするか迷ったんですけども、最近のガチャでね、このキャラクターが特ダマで僕出たんですよ、アルタイル。なので、とりあえず近畿の動く27の特攻キャラクターはパスして、この島津っていうキャラクターを僕は選びたいと思います。島津ね、僕はちょっとフレンドのキャラクターでも使ったことないんですけども、やっぱり YouTube の動画とか友達とかね、聞いてみるとやっぱり島津強いって聞くんで、島津に僕はしたいなって思っております。はい、3体目は島津で、で光なんだけど、僕ね、ユノーにするか迷ってるんですよね。これアリアとギミック被っていて、闇の豪絶にもしかしたらユノーが最適になるんじゃないかなって僕思っていて、でももう一体ちょっと悩んでいて、僕ね、モーツァルト持ってないんですよね。だから重心化回がまあそろそろ近いと思うんで、モーツァルトもね、ありかなって思うんですけども、個人的にはモーツァルトは今年は重心化しない、重心化回はしないんじゃないかなと思っていて、だったらモーツァルトパスにしてユノーにするか迷ったんですけども、マルタにします。で、闇はね、欲しいキャラクターは大谷一択なんですけども、今後の重心化でちょっと怖いのが紫式部で、マインスイーパー、これで重心化紫式部してマインスイーパー M でアンチ魔法陣ついたら、もしかしたら近畿の動く29で特攻になると個人的に予想していまして、だったらなんか紫式部がなんかもし重心化してね、魔法陣ついて、まあ最強になったら、まあ正直大谷とかいらんくねと思うんですけども、まあ重心化するのはいつになるか分かんないし、魔法陣つくのは僕の憶測なんで、とりあえず紫式部をやめて大谷にします。まあスマッシュとかもいいんだけど、まあとりあえず大谷にします。近畿の動く29年常闇しかね、いいキャラ持ってないんで、とりあえずこれで引きたいと思います。はい、話長くなりましたね。はい、お、来たナイス。はい、誰出るんだろう。ブレイク、お、誰だ、大谷でやってくれ。え、あれあれ、俺間違えた、違うよね。おっし、ええ島津か大谷、大谷でやってくれ。うわー、まあ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 、オッケーオッケーオッケー、島津ね。オッケーオッケーオッケー、まあ島津ゲットですね。はい、で、あれ変わってる、
あ、これ気をつけた方がいいですね。島津もういらないな。だったらユピテルでいっか。でこれを丸太にして、これを大谷にします。ちょっとね、大谷出るまでちょっと個人的には回したいですね。貴族生ね、欲しいキャラクターあんまりいないんだよな。はい、島津な。島津が確定枠で来るか。おいおい、てかこれ確率何パーなんだろう。あ、 0.9 か。だったらモンコレと同じなんだ。 1.2 ぐらいかなって思ってましたね。ブレイク、ブレイク。ブレイク。マルタ。おお。はい、まああと20連ぐらい引こうかな。大谷がやっぱり欲しいんで。うん、あとブレイクね。はい、まあ、うわ、確定ないな。確定来ないとやっぱりモンストってなんかあんまり出ないイメージって高いからさ。ケロン、お呼びじゃないです。これラストっすね。いやー、大手に来ないかな。はい、まあこれラスト引きます。おお、いいっすね。この確定説結構来るね。おお、ユピテルか。ベートーベン。あー、大谷来なかったな。でもユピテルはでかいわ。オッケーオッケー。大谷、大谷、ユグドラ。まあ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 、 OK、 もうこれで僕は終わりにします。とりあえずまあ狙ってたキャラは、まあ、ユピテルは嬉しいんでいいんですけども、まあマルタ引けたのと、まあ島津とユピテルかな。うん、本音で喋らせていただくと、ブレイクと大谷がやっぱり欲しかったんで、うん、まあ、ゼテクはダメだよね。うん。まあ、これで動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。